今年3月、フォーチュン誌は、イーロン・マスクが高級品コングロマリット LVMH の創業者、ベルナール・アルノーに抜かれ、世界一の富豪ではなくなったと発表されました。これは高級品市場がいかに大きくなっているかを示すものです。LVMH は1990年代から買収によって築き上げた家族経営の高級品コングロマリットだ。欧州企業としては初めて時価総額5000億ドルの大台を超え、世界的大企業トップ10にランクインした唯一の欧州企業です。個人向け高級品市場は過去25年間驚くべき成長を遂げてきたんです。金融危機、パンデミック、地政学的問題、インフレ、生活費の圧迫は高級品セクターの勢いを鈍らせることは全くなかったんです。2022年には個人向け高級品の売上高が3000億ドルを記録しました。高級品市場は近年カテゴリーの面でも成長しています。かつて高級品といえば衣料品、ジュエリー、ワイン、自動車といったものだったが、ここ数十年は高級キッチン用品、限定スニーカー、化粧品やキャンドルのようなものにも大きな需要があるんです。高級品の定義はもちろんやや曖昧だが、通常価格が非常に高いだけでなく、品質や職人技、独占的な雰囲気が約束されているものを指します。高級品は誰もが持っているものではないはずだが、様々な年齢層所得層の人々がますます高級品の世界に取り込まれ、2020年初頭に世界がロックダウンして業界が収縮した後、貯蓄、政府からの小切手、投資、暗号通貨による利益で潤沢になった買い物客が車、宝石、時計、ハンドバッグなどを買い漁り、高級品セクターは2021年に大きく飛躍したんです。僕も去年アメリカに行った際に高級品店の前で接客を待つ人々の長い列を見て、かなり驚いたことを覚えています。ベイン&カンパニーによれば、高級品部門の勢いは2023年第一四半期も続き、前年比で9から11%の成長を達成したそうです。しかし最近になり、その勢いに陰りが見え始めているんです。ブルームバーグサブダイヤルウォッチインデックスで追跡されるスイス製の高級時計の流通価格は、過去約2年間で今は最低水準に近いんです。高級時計の価格は2022年2月、パンデミック時の空前の需要急増を受け、ピークに達しました。カルティエとバンクリーフ&アーペルを所有するスイスのリシュモンは、第一四半期の売上高が予想をわずかに下回ったことを報告。発表後、株価は 10% 以上急落しました。では、高級品バブルは崩壊するのか、それともこのブームはさらに続くのか。高級品市場の成長は単に格差の拡大によるものだと思うかもしれません。確かにこれらの商品が裕福な消費者のために作られていることは明らかであり、富裕層がより裕福になっているのであれば、高級商品に費やすお金も増えているはずです。しかし、実は高級品部門の成長のかなりの部分が中所得者層や低所得者層の買い物客によるものなんです。グローバルデータによると、世帯収入5万ドル未満のアメリカ人は、つまり1年間で600万円以下ぐらいの世帯収入の人々、彼らがなんと通常の高級品消費者の約 27% を占めているそうなんです。パンデミックの間、すべての所得層のアメリカ人がより多くの高級品を購入していたが、なんと年収で4万ドル以下の個人による購入が最も増加したそうなんです。2021年末時点では、ロックダウンが始まる前の2020年1月時点に比べ、この4万ドル以下の層の購入が 365% も増加したんです。米国では近年、高級品を購入する人が増えただけでなく、高級品の平均価格も急上昇したため、高級品ビジネスが活況を呈しています。オンライン小売業者ファーフェッチの高級アクセサリーは、2020年2月から2021年5月の間に約 39% 上昇しています。高級品経済はこの10年で別の意味でも変化しています。オンラインの高級品転売プラットフォームの爆発的な普及が見られるんです。廃盤になった高級品が時々値上がりするのを目の当たりにした人々は、消費を消費としてではなく投資として考えるようになっているんです。一部の人々は時計やハンドバッグ、さらにはスニーカーを身につけたり使ったりするためではなく、保管するために購入するようになっているんです。これらのアイテムの多くが使い古されたものではなく、完璧なコンディションで維持されているんです。そして今日のラグジュアリーエコノミーは、若者のインターネット文化の一部にもなっているんです。オンラインで商品を購入し、古い商品もオンラインで売る。高級品はネット上で人々がセンスや目利きをアピールするための一種の言語になっており、ブランドはこのことをよく理解しています。彼らのマーケティングはソーシャルメディアやインターネット文化に非常に重点を置いているんです。
高級品消費者の平均年齢も下がっています。ベイン&カンパニーの調査によると、Z 世代のメンバーは15歳前後で初めて高級品を購入しているそうです。インスタグラムや YouTube によって裕福なセレブや裕福なふりをしている人々の生活を見ているため、この年齢層はかつての親の世代よりもはるかに裕福な人々と自分たちを比較しているんです。その上、後払いサービスが利用できるようになったことで、以前の世代では不可能だったような高価な買い物でも若い人たちは簡単に資金を調達できるようになったんです。インスタグラムのフォロワー全員に感動を与える時計やハンドバッグを分割払いで購入する、そういったトレンドが今増えているんです。2016年にフィラデルフィア連邦準備銀行が発表した論文によると、所得格差が大きくなると社会階級に対する意識や不安が高まり、それが消費を煽り、消費する人々にとって事態を悪化させることが分かっているんです。1899年にソースタイン・ウェブレンが出した本勇敢階級の理論で、彼はある種の高価な商品は価格が高いにもかかわらず購入されるのではなく、価格が高いからこそ購入されるのだと提唱しています。では高級品はいい投資なのだろうか。ナイトフランが算出した過去10年間のリターンを見ると、 S&P500 指数を上回った高級品投資は希少なウイスキーボトルだけだったそうです。他はすべて S&P500 指数をアンダーパフォーム、しかもそれは保管コスト、保険コスト、取引コストなどを考慮する前の話です。また過去10年間を振り返ると、ほとんどの期間金利がゼロに近く、収集品にとっては非常にいい期間でした。それにもかかわらず S&P500 指数をアンダーパフォームしているんです。2018年にはロンドンビジネススクールがワイン、切手、バイオリン、美術品、書籍、宝石、クラシックカーの118年間の投資パフォーマンスの時系列を構築、その期間の世界株式のリターンと比較したんです。その中でクラシックカーは最もパフォーマンスのいい資産であり、次いで宝石、書籍、美術品、バイオリン、切手、そして高級ワインの順であった。しかしこれらの資産はすべて118年間にわたって株式市場のパフォーマンスを上回ることはできなかったんです。つまりこれらの商品を購入する意味があるのは、所有したり使用したりすることを楽しむ場合だけで、投資という観点からはあまりリターンは期待できないということなんです。